黄金ランの1994年の F1 で光る速さを見せながらも、そのリタイアの多さからなかなか結果に結びつかなかったティレル。この年、彼らに一体何が起こっていたのでしょうか。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回は1994年のティレルとこの年のマシン022のエピソードについて解説していきます。このチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。モーター天国関連チャンネル、投稿者ツイッターもよろしくお願いいたします。今回はこのような内容を解説していきます。長く F1 に参戦し続ける名門チームティレルでしたが、80年代後半から90年代初頭にかけては不振を極めていました。慢性的な資金難に陥っていたチームは、1991年に投入したマシン020を2年半使い続け、成績も年々降下。1993年の中盤には待望の新車である021を投入していましたが、新搭載のライドハイト調整機能はトラブルが多く、まともに作動せず、レース中はほとんどシステムを切ることを余儀なくされたほか、見直されたく売り機設計もうまく機能せず低迷。チームは水タンク事件で全線失格となった1984年を除き、フル参戦した年ではチーム史上初のノーポイントに終わってしまっていたのです。そんなシーズンを過ごしていた93年の中盤、チームの創設者であるケン・ティレルは不振を極めるチームの立て直しに着手します。この年投入された021は、前年チームに加入したマイク・コフランを中心に設計されていましたが、ティレルはコフランに代わり、かつてチームに在籍していたハーベイ・ポスルスウェイトを呼び戻します。ポスルスウェイトはかつて1988年から90年までの3年間ティレルに在籍し、 F1 初の本格的なハイノーズコンセプトを採用したマシン019の設計にも関与。その後はティレルを離れ、当時 F1 への参入を目指していたメルセデスとザウバーのプロジェクトに参画して、ザウバーの F1 デビューを飾ったマシン C12 を設計、さらにフェラーリで F93A の設計に携わっていました。ポスルスウェイトはティレル復帰に際してチーム運営に関わる意思決定の権限を求めるなど、デザイナー以上の役職を求めましたが、彼に絶大な信頼を置いていたケンはポスルスウェイトに 10% のチーム株式を譲渡し、マネージングディレクターとして彼を起用。こうしてポスルスウェイトはチームの共同運営を託され、ティレルに復帰することになったのです。さらにその後、ザウバーではポスルスウェイトの下で働き、彼を慕っていたマイク・ガスコインも後を追うようにザウバーからティレルへ移籍。同じくティレルやフェラーリでポスルスウェイトと共に多くの F1 マシンを生み出し、019のハイノーズの発案者としても知られるジャン・クロード・ミジョーもこのタイミングでティレルのテクニカルディレクターに復帰。ミジョーはフォンドメタル所有の風洞施設の責任者にも就任しており、この設備はティレルのマシン開発に生かされることになるのです。こうしてポスルスウェイトのチーム復帰をきっかけに、ティレルはエンジニアリング体制を着実に強化。チームは当初93年の途中に投入した021を翌1994も続けて使用する計画を持っていましたが、021の設計が失敗に終わったことから、ポスルスウェイト率いる新体制が設計する新車を急遽94シーズンに投入することになったのです。こうしてチームは93年のシーズン終盤に差し掛かる頃、94年用の新車022の開発に着手。体制強化は図られたものの、時間も予算もない中でどのようなマシンを作り上げるか、エンジニアの技量が試される状況でした。ポスルスウェイトはまずマシンの中で一番製作に時間を要するサスペンションの設計をチェック。021のサスペンション設計は幸いそこまで手を入れる必要がなかったため、いち早く製作開始を指示。他にも021の設計でパフォーマンスに支障が出ないであろう部分については、その設計の多くを流用し、開発の遅れを取り戻していったのです。さらにマシンの区売り機設計についてはポスルスウェイト、ガスコインが手掛けたザウバー C12、C13 と似たコンセプトを多く採用。これも開発期間の短縮に一役買う形となったのです。
こうして94年のティレルの F1 マシン022が完成。シンプルで軽量、整備性の確保をコンセプトに開発された022は、前述の通り当時のザウバーのマシン特売機設計の共通点が多いデザインに。先代の021まではポスルスウェート、ミジョーがかつて生み出したアンヘドラルーイングの名残が残るフロントデザインとなっていましたが、022ではそれを廃止し、シンプルな形状に回帰していました。エンジンは前年からタッグを組むヤマハの V10 エンジン OX10B を搭載。ヤマハはティレルと提携する前まで V12 エンジンにこだわりを見せていましたが、ティレルからの要望を受けて V10 エンジンを製作。ジャッド GV エンジンをベースに製作されたこの OX10 は、この年大幅な改良が加えられた B スペックに進化していたのです。そしてこの年、ティレルにとって追い風となったのはレギュレーションの変更でした。 F1 では94年からアクティブサスペンション、トラクションコントロール、ABS などのハイテク装備を禁止。資金不足に陥っていたティレルは、開発費も膨大なこれらのシステムの技術で遅れを取っており、ようやく021で投入したライドハイトコントロールはまともに機能しておらず、この分野での遅れがライバルとの差につながっていたため、これらが使えなくなることでライバルとの差は縮まると見られていたのです。そしてドライバーには、前年からティレルをドライブする日本の片山右京と、93年にリジェで2度の表彰台を手にしていたマーク・ブランデルのコンビを起用。こうしてチームの復権をかけたティレルの1994年が始まっていくのです。こうして94年の F1 がスタート。すると022はいきなりポテンシャルの高さを見せることになります。開幕戦ブラジルグランプリでは、10番手グリッドからスタートした右京が自身初の5位入賞を達成。前年ノーポイントに終わったティレルにとっても久々のポイント獲得でした。さらに右京は重大事故が多発した第3戦サンマリノグランプリでも一時2位を走行する走りで5位入賞を果たし、速さをアピール。ハイテク禁止に苦労していたウィリアムズ、マクラーレンらに迫る走りを見せ、注目を集めていたのです。すると第5戦スペイングランプリでは、予選11番手からスタートしたブランデルが、上位勢が次々と脱落する展開の中で順位を上げていき、3位表彰台を獲得。チームとしては91年以来の表彰台獲得でした。またこの年の F1 では重大事故が相次いだことから、シーズン中盤に段階的にマシンのレギュレーションが変更されるという異例のシーズンとなりましたが、022のシンプルな設計はその追い風となりました。ブランデルが3位に入ったスペイングランプリでは、前線のモナコグランプリの週末に急遽決まったフロントオーバーハングのサイズ縮小や、ボーテックスジェネレーターの禁止、リアディフューザーの縮小など、空力に関する多くのレギュレーション変更が施行されていましたが、時間のない各チームは単にディフューザーの長さを削るなどして応急処置での対応を余儀なくされていました。しかし、シンプルなく売り機構造だったティレルは、風洞でテストを行った対応パーツをすぐに製作してスペイングランプリへ持ち込み、レギュレーション変更に対応したのです。こうして、ハイテク禁止や想定外のレギュレーション変更が起こったシーズンにおいて、シンプルなコンセプトが功を奏していた022。しかし、その速さの反面、大きな問題も抱えていました。この年022に搭載されたヤマハ V10 エンジンは、前年から大幅なパワーアップを果たした一方、トラブルを頻発。スペイングランプリまでの5戦中、3戦でエンジントラブルが原因でリタイアを喫しており、022にもマイナートラブルが多く発生。中盤戦以降のさらなる躍進に向け、解決が求められていたのです。しかし、ヤマハエンジンはシーズン中のアップデートによりパワーアップを果たすなど、戦闘力を上げていきましたが、パワーが上がったことによりさらなるトラブルを誘発するなど、対応に苦慮。車体についても、レギュレーション変更の対応でなかなかリソースを割くことができず、少ない資金でやりくりしている中で、シーズン中盤には開発予算が底をつき、思うように対策が進まなかったのです。そんな状況の中シーズンが進んでいきましたが、早いが脆いという期待と不安を抱えた022には、中盤戦以降でさらなる見せ場を作ることになります。
こうして迎えたシーズン中盤、第8戦イギリスグランプリでは、右京が7位でフィニッシュしましたが、レース後ベネトンのミハエル・シューマッハが失格になったことで順位が繰り上がり、6位入賞。この頃にはヤマハエンジンもパワーアップを果たしており、高速サーキットのホッケンハイムで行われる翌第9戦、ドイツグランプリでも期待が高まっていました。するとこのレースでは、右京の走りが大きく注目されることになります。予選で自己最高位の5番手を獲得した右京は、決勝のスタートで2位に浮上。その後もしばらく3位を走行し、好リザルトが期待されました。しかし、右京は7周目にスロットルが戻らなくなるトラブルが発生し、無念のリタイア。原因はエンジンのスライドバルブの緩みで、メカニックの初歩的なミスにより、規定のトルクでバルブが締められていなかったことが、トラブルを引き起こしていました。このレースは、右京の前を走っていたミハエルがリタイア、さらに優勝したベルガーも、トラブルを抱えながらの走行だったこともあり、ガスコインは、トラブルがなければ勝てていたと証言。問題視されていた信頼性に泣かされ、悔しい結果に終わってしまったのです。その後、第10戦、第11戦をブランデルが連続入賞を果たして着実にポイントを重ねましたが、信頼性の問題は一向に改善されず。第11戦イタリアグランプリでは、右京がマクラーレンのミカ・ハッキネンを2度オーバーテイクするなど速さを見せ、3位表彰台のチャンスがありましたが、結局ブレーキトラブルに泣きリタイア。このレースではブランデルもブレーキトラブルでリタイアとなりましたが、ティレルは資金不足で、レースごとに新品のブレーキディスクを使えず、使い古したディスクを使ったところ、いずれもディスクが割れてしまったのです。右京は見せ場を作ったものの、シーズンを通して完走わずか4回にとどまり、ブランデルも連続入賞を果たしたレース以降は、5戦中完走1回。結局、ティレルはノーポイントの前年から躍進を果たしましたが、印象に残る速さを見せながら最後まで信頼性の問題を解消できず、コンストラクターズランキングは7位。結果に結びつけることができなかったのです。こうして、歓喜と落胆の入り混じったティレルの94年が終了。翌1995年は022のコンセプトを発展させた、023を投入することになるのです。悔やまれる取りこぼしはあったものの、数年前にはチーム売却直前まで追い込まれていた、名門の復活を一瞬予感させた、ティレル022に。その走りは、多くの F1 ファンに記憶に残っています。いかがだったでしょうか？今回は1994年のティレルと、この年のマシン、022のエピソードについて解説しました。このチャンネルでは、F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。